ライドナウです今日は富士スピードウェイホテルに出張に来ていたんですが、はいえー、レクサスからプレスリリースが届きましたので、はい、お届けしたいと思います、はい、レクサス LX がですねグローバルで一部改良を施して発表されました新しいレクサス LX まず何が変わりましたかというと、はい、ハイブリッドが登場です、まあ、作ってるよという話はしてましたが、はい、LX にふさわしい、まあ、オフロード性能とかね、うん、そういうものを満たすものができるまでは 出せませまんということで、はい、デビューの時にはまあ見送られたわけですけどいいよいよ出てきましたね LX700H という名前で出てきましたが、はい、どこへでも行き生きて帰ってこられる電動車を 体現する過酷地対応の新ハイブリッドシステムととのことです、うん、いつからここに生きてが入れるようになったのかわからないんですけど <laughs>、はい、そう行ったところから帰ってこれるというところがまあ大事、ね、行くことはできると、はい、ちゃんと帰れるのかっていうのが、まあ、LX、まあ、要するにランドクルーザー グループというかシリーズというかね、うん、あの仲間たちがみんな目指していたところです。なんかこのハイブリッドもそこは絶対に崩さないぞというものになってますね。はい、どんな仕組みのハイブリッドが登場したでしょうか。これはまずエンジンは今まで通りの V 型6気筒3.5リッターツインターボです。はい、で10速 AT も変わってません。うん、これトルコン AT だっていうことも。 一つの大きな、まあ、こだわりというかトルク増幅効果がありますから、はい、あとはまあ滑らかな発進とかできますんでオフロードには最適というと、まあ、さらに言うならば、えー、フルタイム4駆でトランスファーローレンジという,よと,いうところここは変わってないんですがこのエンジンと AT の間に、えーまあ、いわゆるモータージェネレーター挟まれた形のパラレルハイブリッドになりました。ワンモータータハイブリッドそうですねということです、ね。はい、つまり仕組み、まあ、その 中身は違うかもしれないですけど。 北米でタンドラのハイブリッドって今出てますよね。はい、そうですね。それに近しいシステムとおっていきます。基本的にはいいまあ同じと思っていいと思います。うん、もちろん制御だ。うんぬパーツの細かいところまではともかくとして基本的には同じです。はい、大容量のまあ電気モーター、まあ大出力のね電気モーターはここに挟んでいるという形です。うんえー、モーターのみでの走行も可能と、はい、そうです。はい、じゃないとやっぱりねっていうことですよね。うん、LX に求められるこの信頼性、うん、というかまあその帰って来れる車を実現するために何を、はいうん これが面白いんですよ、うん、レクサスパラレルハイブリッド車従来モデルには用意されない、まあ、装備されていないオルタネーターとスターターが標準装備いらねえじゃんってみんなハイブリッド知ってる人は思いますよね。はいうん、ところが ここ、まあ、プレスリリースそのまま読みますけど、はい、万が一ハイブリッドシステムが停止した場合でもスターターでのエンジン指導が可能、うん、オルタネーターで発電した電力を補機バッテリーへ供給することでエンジンのみでのまあ対比走行を可能とするというんですよ。えー、つまりハイブリッドシステムがダメにだンンになるるとといううここそそエンジンジ車てになが生きてさえいれば、はい、そこから まあ帰ってこれるということですね。このエンジンだけでの対比走行中もローレンジ使える、うん、アクティブハイトコントロールによる車高調整などなどもできるということで、はい、そう帰りはエンジンかかるけどあの足がちゃんと動かないからダメとかはなくて、はい、ちゃんと帰って来る燃費が悪くなるだけですか。まああとはまあ <laughs>、ね、あとはやっぱり電気モーターのトルクがなくなるということですけど、まあ基本的には帰って来れるということですね、はいで。じゃあダメになっちゃうのかというとそうではなくて例えばの話リアにまあハイブリッド バッテリーが積まれるんですが、うん、えこれは上下分割した防水トレイでパッキングする防水構造を採用しているとで、うん、え水の侵入を防ぐだけじゃなくて、まあ、ふでこれでまあ水の侵入を防ぎますのでとか性能は7 0 0 m m 7 0 0ミリまでのところは座ンといくことができるし。はい 万一防水トレー内ーにこの水が侵入してしまった場合にもセンサーで検知してメーターに表示すると、はい、今もう水が染みてきちゃったよとか、はい、あ早く帰った方がいいのかとかね、うんえー、エンジン走行に備えた方がいいのか、うん、まあこういう警告があるよということですでこのハイブリッドになったので、うん、あ AC インバータ防水構造付きというのがつくんですね1500ワットまたは2400ワット地域によって異なるまでの えー、給電を可能ととししままたとありますセンターコンソール後部とデッキにコンセントを配置することで利便性も高めましたとそうですね、まあ、その便利さの、まえー、もうそうなんですが走りも、ね、ちゃんと、うん、もちろん燃費がいいであろうと思いますけどそれだけじゃなくて、はい、例えば、ね、ハイだけです、ね、ローレンジのモーター走行も可能だったんです、ね<ー>で。だから 深雪みたいなところとかですぐにグッとトルクが欲しいところでもしかするとエンジンだけの車以上のまあ走破力を持つかもしれない、はい、まあそういうまあ使い分けがいろいろできるということですよね、うん、これはね。 乗ってみたい <laughs> <laughs> あの電気モーターってやっぱそういう粘りのあるトルクというんでしょうか、はいまあね、一発でガッとトルク出せるんでそれを生かしたオフロード性能というのも期待できるのかなと思いますとはいえこれリアにバッテリーを積んだわけですよね。うんはい、といえば、まあ、床下に スペアタイヤ積んでますよねフルサイズのなるほどそれを積むためにあいろいろ構造をやり直したみたいですねこのプレスリリースを読みますと、うんはい、リアフロアへのハイブリッドメインバッテリー搭載に合わせスペアタイヤ位置変更のためにスペアタイヤクロスを新設取り付け角度を最適化することで搭載位置を下げつつもデパーチャーアングルを維持<ー>ハイブリッド 今までタイヤがあったところにちょっとハイブリッドがバッテリー被かぶってきますと、うん、だからちょっとタイヤを斜めにするわけですね、はい。そののためのアングルをつけて、うん なんで、えー、搭載位置はちょっと下がるんだけどデパーチャングルは変わらないというなるほど、うん、まあ他にもね、まあ、重量も増えてるし、はい、こうバッテリー積んだりとかっていうことで結構ねシャシーが変わってますねこれ、うん、GF プラットフォーム出てあのランクル250でも、ね、結構改変してきたわけですが、はい、ここで LX700H でまた変わってますね GF の進化止まらないですね、えー、全長が伸びたパワートレーン搭載のための専用クロスメンバーを新設とか、まあ、断面板圧最適化 でエンジンモデル同等の最適重工を確保しましたとかエンジンマウントの材質も変えましたとかねいろいろやってますねさらに言うと車体全体ではラジエーターサポート周りの合成工場これはあの味磨き活動でやっているものですよねこういうこともやっているとか補強部材をステアリングに対する応答性を高めるために増やしましたがホイールアーティキュレーションは維持してますとかもういろいろやってます。あと フレームとボディのこのマウントを強化したと、はいうん、ブルブルわなわな、LX だいぶなかったと思いますけど、それをさらに減らしてきたぞと。 かなりね車体側も手が入ってる単に電気モーターを追加するというわけにいかないのでやっぱりいろいろやってますよね、うん、AVS も進化と書かれてますねアクチュエーター部のバルブ構造を見直し、はいうん、突き上げ感を抑えた滑らかな乗り心地を実現とありますねまたマニアックな話でローレンジ走行中5億低速から車両が低速停止する際の減衰力コントロールを改善し余分な車両の動きを抑え、うん、アクロにおける安心感と上質さを高めましたローレンジでキターッと走 もう本当にタイヤのグリップね丁寧に丁寧に使ってたのにちょっと止まった瞬間にググッとか動くとそこでおおってなるわけですよねそういうのを抑えようと、うん、もうこれはやっぱりもうトヨタレクサスじゃなきゃ考えられないようなことだなというふうに思いますね、えー、乗り心地草案の両面で向上しつつ、はい、オフロード走行性能も上げてるというそうですね内外装はどうなりましたインチのの大型フル液晶メメーーーータタ採用とありりまますねつまりメーター部分の パネルですね、うん、ここが12.3インチのフル液晶メーターになったとということですねそしてエレクトロシフトマチック、まあ、それはそうですね、はいえー、でもこれも操作しやすさ、握りやすさはオフロードの匠が、えー、つまり上野さんかなが監修したということですフロント席リフレッシュシート、うん、それは何ですか空気袋入りリフレッシュシート、です、えー、オンオフ、全身2コース、V 別3コースの全,全5コースが選択可能。 強度も5段階に設定できます、はい、置くだけ充電の進化まあ、こういったこともやってます、うん、一方エクステリアは基本的にはベース車は変わっていないようですねただし新しいグレードが一つ登場していますまあそれが GX にも設定されましたオーバートレイル 今までまあオフロードという設定あったんですけど、はい、まあレクサスオーバートレールプロジェクトなんてやってますのでこれで GX 以降 NX とかいろいろ設定されてきましたこのやはりオフロード色を強めたモデルが追加されています GX にあったムーンデザートがオーバートレール専用色として設定、はい、エクステリアにまあグリルとかその辺が全部マット塗装、ね、マットグレーになりましたね、はい、ほとんどクロームだったところが全てマットクロームまあ マットグレーかになったということですね過酷なところで、えー、傷とか入りやすいところでもガンガン使える仕様にしましたよというそういうイメージ表現というのかな、はいはい、なってますね、えー、内容としては GX の場合とほとんど変わらないですね前後のデフロックあとはオールテレーンタイヤ18インチのね、うんえー、これがソナーはあるということですね まあ日本導入の場合どっちになるのかわかりませんけど、このオールテレーンと M プラス S の十八インチのとにかくね、えー、ホイールとしてはサイズの小さいというかタイヤのこう肉が厚いタイヤが採用されたということになります。<laughs> もう一つの大きなトピックがエダスの進化ですね。運転支援ですね。レクサスセーフティーシステムプラスのアップデートが行われたわけですけど、はいうん、つまり G X とかに採用されているように、はい、電子プラットフォームが今までのものから 刷新されているわけです、ねはい、それによって、まあ、例えば何ができるようになったかといいますと、うんまあ、一番多分実用上大きいのはアドバンストド,ドライブでしょう、はいえー、0から40キロのハンズオフ可能になるアドバンストド,ドライブ渋滞自支援がつきました、うん、アドバンストパーク、うんはい、こちらも自動で駐車してくれる機能ですね、はいえー、こちら側 採用されましたそしてプロアクティブドライビングアシストですね僕の大好きな PDA ですね、はい、これもついてきました、はい、ということでまあ、最新世代のレクサス車についてるものがついてきたと言えばいいですね、はいはいまあ、今回この LX700H 出ましたけど今までのモデルも おそらくある、まあ、今回、特に触れられていないんですがガソリンエンジン車、あとは地域によってはディーゼル車もあるわけですけど、うん、これらもおそらく同じようなアップデートをしてきているんだと思います、はい、だから思った以上に大掛かりなマイナーチェンジ、うん、まあ一部改良と言ってますけど、ね、まあ言葉のあやですけど、まあ、どちらでもいいんですけど、はい、まあ大きく変わってきたなという感じがしますね。ねレクサス LX 思い起こせば 3年前ですかコロナウイルスが猛威を振るっていた頃に登場して生産とあ人気の需要の集中とかもあって、はい、まあんまり買えないモデルに なってしまっていたわけですよね実は今も全部納車されてないんじゃないかという話もある中でマイナーチェンジというかこの一部改良を発表されましたんでちょっとねこの先どうやって売っていくのかというか売ることができるのかというところも含めてねまあ気になるところではありますよねあとは価格ですよねこのハイブリッドモデルになったことでもちろん値段は大きく上がるだろうなと思うとまあそのあたりも 気になるるててがが値上がりしてる今ですからね、はい、今の LX はむしろ安すぎるぐらいだと出た時言ったような気がしますけども、うん、それなりの価格になっちゃうのかなという気がかりはありますが車としてはね特にこの走破性に寄与するであろうそして普段の走りも大きく変えるであろうハイブリッドの投入はまあやっぱり楽しみですよね。 ハイブリッド待ってたっていう人は多いでしょう、ここで注文がまた来るのは間違いないわけですよ、今までの人も待ってるし、余、はいえー、ってたよっていう人もいるし、はい、まあ私も欲しいしみたいな、うん、どうしましょう、注文するしかないですか何でも欲しかったで、ね、こうやって見てるとね、<laughs> でもまあそういうものにあの、はい、つまり、ちょっとだけ側を変えてきましたよとかではなくて、新しい魅力をね、ちゃんと持ったものが出てきたなと。な 鍛えてきたというそうそですねトヨタレクサスですねカンパニーとしてのトヨタ100%電動化はしていくと言っていて、はい、この LX とか、まあ、トヨタでいうとこのランドクローザー300とかあの辺りだけがまあ結構取り残されてるというかね、うん、順番的には後に回されてたんですが、はい、いよいよこのオフロードモデルにもその波がやってきたぞとそして単にモーター1個つけましたよって話じゃなくてちゃんとメリットのあるものとか意味のあるものを出してきたなということで、うん、早くなりたいな。 ちゃんとやってましたね。はい、はいうん。はい。はい。はい。ということで、はい、まず。はい、まずは、乗りたいですね。はい、そうですね。はい、すねはい。また、その時が来たら、ぜひね、お届けしたいと思います。はい、はい。ご視聴ありがとうございました。